目的地に向かうバンの中でデアボリック5の最後のメンバーについて調べているとき、俺は妙なことに気づいた。今まで取り返してきたラクーナの秘伝書の中にある写真のいくつかに写った鳥のような黒い影、そしてデータファイルにあるクロックベルクという名の袋、こいつはただの偶然か、それとも運命なのか。Yeah。
ですよ。戻ってくださいです。おい待て、あれはカルマリータ捕まってるのか。実に素晴らしい。これでうるさいのがいなくなるです。バカ言ってるんじゃねえ、助けに行くぞ。本気ですかスライ。ブロックベルクの罠かもしれないんですよ。でもこのままじゃカルマリータが。それにあいつがいなくなったら俺は。スライ、時々あなたの考えがわからなくなるですよ。それでも行くというのなら、あそこの樽は使えそうです。どうやってあそこまで行くか知らないですが。なに、そこでポイントジャンプ、あそこでレールウォーク、こんなの楽勝だって。これも全部あなたの仕業なのね。俺は君を助けに来たんだぜ。やっぱり罠だったです。スライがやられる前に急いでメインコンピューターにハッキングしてガスを止めるです。私の腕の見せ所です。いろいろあったけど話は後。まずはこのベースを壊してトラップフィールドを解除して、お礼は後で必ずするわ。クーパー、私はあなたがよくわからない。今まで私はあなたを散々追いかけ回して牢屋の中に放り込もうとしてきたのよ。それなのに私が捕まっている時になんでわざわざ助けに来たりしたの？なぜ？カルマリータ、君は警部で俺を追いかけてるな。まあ敵じゃない。だがあのフクロウ、あいつは俺の父ちゃん、そして俺や君まで殺そうとした。奴だけは倒す。わかった。そうね、クロックベルクを倒すまでは私も仕事のことは忘れるわ。そう来なくちゃ。あ、おい、セプターが。一族の大事なお宝が。慌てないでクーパー、あれを取り戻すの手伝ってあげる。ここからデスビームマシンの上まで行ってちょうだい。こんなこともあろうかと忍び込む前、あそこにジェットパックを隠しておいたの。俺一人でチームなのに。ち
ちょっと、チームになるのは今だけ。クロックベルクを倒した瞬間にあなたの手に手錠をかけるわよ。貸しがあっただろ。そうね、わかった。10秒だけ待ってあげるわ。ながらあっぱれってやつ。あれがカルマリータの言っていたジェットパックですね。デスビームマシンのバランサーフィールドも完全に機能が止まりましたです。急がないとマシン全体が沈んでしまうです。了解。Thank you.
わからねえ。一族のことを知り尽くしているなら俺のことも知っていたはずだ。クーパーの一族が憎いならなんであの時に俺も一緒に片付けなかったんだ。そりゃ大間違いだ。ラクーナの秘伝書が一族を作るんじゃねえ。代々伝わる血が秘伝書を作るんだ。これでやっとラクーナの秘伝書を奴らの手から奪い返すことができたってことだ。デアボリック5の連中、ローリー、マグショット、ミズ・ルビー、パンダ・キング、そしてクロック・ベルク。戦いは楽じゃなかったが、やっと秘伝書が本来の持ち主の手に戻ってきたってわけだな。もちろん、ここまで来れたのは頼れる仲間たちがいたからこそだ。二人とも大変だったろう。本当に感謝してるよ。マーレー、初めのうちは無理して強がってたくせに、なんだかいつの間にか結構いい根性を見せるようになっちまったもんな。そしてベントレー、彼の頭脳とナビゲーションがなかったら多分俺は最初のボスも倒せてなかったろう。信頼できる仲間がいてくれる、ありがたい話さ。もちろんこの可愛い子ちゃんのことも忘れちゃいけねえよな。もっと仲良しになりたかったんだけど、俺たちはまた追われる側と追う側に逆戻りってわけだ。と思ったら、彼女本気であの約束を守ろうとしているらしい。俺に10秒の猶予をくれるみたいだ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゼロ。あんの野郎。いや、正直ちょっともったいないとも思ったんだけどさ。でもな、またカルマリータとは近いうちに会えそうな気がするんだ。